こんにちは、カンノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、もう11月、ね、もう12月に入ろうかなっていうような季節っていうかね、なんですけども、まあ、夏の間ですね、やっぱりよく浴衣っていうのはね、聞き合わせいただいたことが多かったんですね。で、まあ、私どもこういった形で、ね、手ぬぐい、まあ、本染めの手ぬぐいなんか作ってるんですが、実はですね、浴衣の生地もこれと同じなんですね。浴衣生地って言われたんです。昔はこの岡のことを浴衣生地と言いました。浴衣生地ですから非常に肌触りもよくっていいもんなんですね。で、この生地をですね、反物で、一旦で大体20メーターぐらいあるんですけども、それを使って浴衣に縫い上げていったっていうのが、浴衣なんですね。ですから、まあ、浴衣を作りたいんですっていう形で、ね、ご相談いただきますと、切らずに納品しましょうかっていう形でおすすめもできるんですけども、初めからね、こういった形のものしかないと思われている方も多いと思うんですね。実際でも本当のことを言いますと、これは長い20メーターぐらいの生地をですね、その必要な、その長さですね、だいたい一般的には90センチなんですけども、この90センチでカットして、で、収めてるっていうのが現状なんですね。ですからカットせずに収めたらいいだけのことですから、全然問題ありません。だから我々のようなですね、その一から作る業者ではですね、その反物で収めるということも可能やと思いますので、ぜひね、そんな形で浴衣を作る場合、相談してみてください。よろしくお願いいたします。